ファイナルファンタジー12で最初に思い浮かぶというところですと、開発者視点になってしまうんですけれども、まず開発で一番最初にバーティカルスライスとしてナルビナ城塞を我々は作りました。で、そこのカットシーンで、初めて FF12 の映像が出たのですけど、そこでものすごい品質の高い映像が出て感動したと同時に、そこの中のカットシーンでバルフレアがバン大丈夫かっていうセリフがあるんですけど、実はそのセリフが出た時にバンのモデルがちょっと壊れてて、ですね、もちろん修正はしてるんですけれども、全然バンが大丈夫じゃなかったっていう映像が最初に出てしまって、開発者内でもあんま大丈夫じゃないよねなんて話をしながら開発したっていうのが一番思い出に残ってます。はい、じゃあ私ですね、はい、じゃあファイナルファンタジー12の、思い出として残っていることなんですけども、一番最初の開発初期にですね、企画書を見たんですけども、そこでこのゲーム独自 の、 特徴であるガンビットによる、リアルタイムでこうオートで進行するバトルというのものの面白さがですね、ちょっとまだ掴みきれなくて、一体これどういうふうに実現するのかなというふうに考えていたんですね。でそれが2004年の E3 で実際にデモバージョンがですね完成して、そこでこうバトルを初めてこう遊べるようになったんですけども、そこでこう実際にプレイした時に、そのガンビットというですね、そのオートバトルの楽しさの片鱗をこう確認することができて、あ、これは新しい遊びをこう皆さんにこう提示できるなっていう、こう確信に変わったっていうのがすごい思い出として残っています。そうですね、ファイナルファンタジー12で難しかったところとして、ガンビットシステムというのは確かに複雑でなかなかこう難しかったところもあり、レベルデザインをしている企画の人も非常にこういろいろ試行錯誤をして、最終的にはもう我々がプログラムを用意した環境も全て使いこなすところまで、もう全てを使って面白いゲームを表現してくれて、なかなか難しいところもあったのですけれども、一番開発の方で難しかったなというのは、やはりバトルとこうフィールドを全てこうシームレスにつなぐというところがなかなか難しかったと思っています。で最初にもう最初初期の企画の段階からもうシームレスバトルをやりたいというお話から始まったものがファイナルファンタジー12でしたので、もう最初からもうこんな複雑なことをやるのっていうのは最初に思ったんですけれども、それをやるためにこうどうやったら実現できるのっていうのをもうすごい多分2ヶ月くらいその話を聞きながら、こういうことをやると問題起きるからどう対処しようとかいろいろ考えながらゲームシステムの設計をしたっていうのが一番、プログラマーとしては難しかったかなというふうに思っています。ちょっとだけ一例をお伝えするとですね、今回そのシームレスバトルっていうのもあるんですけれども、今回ガンビットを組み合わせて操作するキャラクター以外に追従してくるこうキャラクターが好き勝手に動くんですよ。で好き勝手に動くということは、ゲームの方でこうカットシーンとこう合わせるときに、そう好き勝手なキャラクターがカットシーンの起きる場所に行ってしまうこともあってしまって勝手にカットシーンが起きてしまうと、ちょっと我々の演出としてはこう期待したものではないので、そこに行かせないようにするとか、やはりそういう細かいところでこういうところはどう対処しようっていうのをすごい時間をかけて丁寧に検討したっていうのが、ありました。はい、ガンビットシステムでこうどういうふうにプレイヤーに対してこう良いところがあるかといいますと、今までのこのファイナルファンタジーシリーズではコマンド入力というもので明確なこう指示を一つ一つ丁寧に与えていく、毎回毎回丁寧に与えていくっていうものがありましたけれども、今回のファイナルファンタジー12ではシームレスバトルということもあって、いちいちその1個ずつこう設定をしていくというところでは、ゲームのこうテンポが良くないということが起きてしまいますので、そのゲームプレイをテンポよくかつ思ったことをこうその操作するキャラクターもしくはそのパーティーのメンバーが行動してくれるというところが非常に良い利点かなというふうに思っています。でかつその一個一個指定をするというよりも、もしこれだったらこの行動、もしそうでなかったらこういう行動っていういろいろなこう組み合わせを事前にこう指定してその通りに動いてくれますので、複雑な行動というのをこう簡単な動作で簡単な指示で遊んでいただけるというのも非常に良い利点かなというふうに
思っています。ガンビットが何かっていうと、もう簡単に言うとこれまでの、まあ、それまでの従来の FF シリーズであった、まあ、コマンドバトルをそれを全てオートで、もう事前に、命令を、設定してオートで行動してもらうというものになります。例えば、ヒットポイントが、60% 以下のキャラクターがいたら、ケアルをかける、炎属性に弱い、モンスターがいたらファイヤーを、発動するみたいな形で、そういった、まあ、命令をあらかじめ各キャラクターに設定して、それで実際に戦うバトルのシチュエーションでそういった、設定した命令を、まあ、オートで発動して、そこのこう戦略、こう戦術的にこうちゃんとうまくいってるかっていうのを確認しながら、まあ、バトルをしていくというものになります。であと一番まあ利点にもなるんですけども、分かりやすいのはそのオートで勝手にその戦ってくれるので、レベル上げは非常に楽です。いちいちコマンドを入力しながら戦うとかってやらないで、もう敵がいるとそのガンビットの設定した命令にのっとって戦ってくれるので、まあ、そういった意味ではサクサク進められるという利点もありますね。とするとそうですね、そういう、まあ、ガンビット以外で、トイルブで、まあ、新鮮なところですよね。あとあるとすると、あとはまあ、イバリスっていう、こう世界観の構築ですね。もうなんていうのかな、こう、まあ、プレイヤーキャラクター以外の、まあ、NPC 含めて、こうみんなにこうそれぞれ実際にこう生活しているちゃんと様子を描いていて、まあ、実際にこう話が進んでいくと、そういったこう NPC もどういうふうにこうお話に合わせて自分たちも生活してるかみたいな、そういった流れも変わってきたりするので、あとはそういう人々もそうですし、こう世界的なこうロケーションもいろいろ多様に飛んでるので、そういった部分でこうイバリスっていう、こう独自世界がまた作ることができたっていうのが、まあ、大きな特徴になってるというふうに感じています。そうですね、そのイバリスで実際に、まあ、登場する、まあ、ロケーションで、まあ、実在するものでインスピレーションを受けたっていうのがですね、実は開発の、まあ、まだ中、まあ、初期段階ですかね、初期の頃に BG のグラフィックチームと、あと、まあ、プランナーのチームでですね、トルコに取材に行っています。でそこでの取材によって、なんていうんですかね、そのイバリスの中のこういろんなこう多様な種族が出てくる、こう文化的なこう融合の表現とかは、まさにまあ、シルクロード的なエッセンスのこう影響を受けた、うまくそれが表現できているかなっていうふうに感じているのと、あと特に具体的なところでは、ゲームの序盤に出てくる、まあ、ラバナスタっていう、まあ、大きな町と、あと、まあ、ナルビナ城塞ですね、ここのところのちょっとオリエンタルな雰囲気っていうのは、まさにそのトルコに行ったからこそ緻密に表現できた。でそこがかつ他のゲームのこう中世ファンタジーとはまたちょっと違う、まあ、エッセンスをうまくこう出せたんじゃないかなというふうに感じています。そうですね、ファイナルファンタジー12を作った時に一番こう心に残っているものっていうところですと、やはりこう、まあ、先ちょっとこう開発をしていって、こう、まあ、ちょっと本当にプログラマー視点になってしまうんですけれども、まあ、本当にもともとこのファイナルファンタジー12はシミュレスバトルをやるぞっていうところから始まってはいるプロジェクト、ゲームなのですけれども、それが本当に動いた時というのは、やはりプログラマーとしてはこう、お、動いたっていう、こう感動が非常に大きくて、もうそこはやはりまだ忘れられないところであります。で同時にやっぱりそれを動かすために、こうすごい中の方では非常にこういろんな仕組みを用意してまして、こう今ウェイトモードとアクティブモードっていう、こうモードがあるのですけれども、そのモードでこうウェイトモードってやると、こうメニューを開いた時にこうゲームの世界が止まるんですけれども、実はあれ全部のが止まってるわけじゃなくて、音は川の音とかそういうものは動いていますし、そういう映像面でも一部のアニメーションは動くとか、その
止まるんだけれどもゲームの世界として違和感のないところっていうのをこうあのいろいろとこう工夫してまして、その工夫をこう、まあ、遊んでいただく方にとってそれに気づかれないっていうことをどううまく実現させるかっていうところがこう非常に苦労して、実はこう時間を止めるっていうだけでも32個くらい、もうちょっとあったのかな、32では足りなくて64まで増やしたのかな、もう本当にこういろんな細かいところをあの考えてあの遊んで楽しかった遊んでいただくためにいろんな要素を入れたっていうところのその全てのものがこう思い出として残っています。そうですね、それだけではな、まあ、ちょっと複雑になっちゃうんですけども、この時間を止めるっていうところで単純にこう全部の世界を止めるっていうだけではやはりちょっとこううまくなんかこう本当に全部止まっちゃうので、こうあのプレイしてて気持ち悪いんですよね、気持ち悪いっていうかあの楽しくないっていう、でなんでここまで止まるんだろうっていうところをこう一個一個きれいにあの一個ずつ洗い出していくとすごい要素がいっぱいあってですね、それでウェイトモードっていうだけでなくて実はこうカットシーンが始まる時にも止まっていたりとか、街の会話の時も実は止まる人たち止まらない人たちがあったりとか、本当にいろんなところでいろんなこう時間の制御をしていまして、そういう要素が非常にたくさんあったっていうところで話をしています。 I told you I'm going to take back what's ours。はい、まあ、ファイナルファンタジー3で一番好きなキャラクターというと私はバンになります。やはりこう話がこう進んでいく中で彼はこういろいろこう成長していくっていうところがやはりお話としてもこう共感を私としては持ちましたし、それをこうプレイしていて楽しめたっていうところで私はバンが一番好きです。私の方でそのファイナルファンタジートリブで一番好きなキャラクターは実は僕もね一緒でバンなんですよね。で、まあ理由2つあるんですけど、一つはまあ結構ねバンは物語上は結構影が薄いキャラクターってこう言われてることもあるんですけれども、実際このゲームっていうのは出てくるキャラクターそれぞれにこう何て言うんですかね目的があったりとか、あとちょっと過去の出来事にこう囚われているっていう部分があって、でそういったところをこうバンを通してみんながこう出会って、やがてそのバンがきっかけでこうそういう思いからこう過去のこう囚われている出来事からこう解き放たれていくっていうところってかなり実は重要なキャラクター でそこがバンは実はこうお話の中ではあまり意識してなくて、ある意味こうピュアなキャラクターがゆえに皆がそこに感化されていくっていうところが結構こう個人的には非常に気に入っています。でもう一つは単純にそのバン の実際にモーションアクターをやっている、武田光平君っていうですねアクターの方なんですけども、彼が本当にこうデビュー作的な感じでそのバンというキャラを等身大でこう演じてくれて、さっきもちょっとね片野さんも話してましたけど、最初はこうちょっと純粋で若干こう天然なキャラクターでいるバンがだんだんこうみんなをこう解き放こう解放しながらも自分もだんだんこう成長していくっていうところで、武田君自身のこう成長も一緒にこう収録とかに立ち会ってると見ることができて、本当にね当時まだ高校生だったんですけど、それがこう青年からだんだん大人に変わっていくみたいなのをこう役を通して見ることもできて、そういったところでも思い入れのあるキャラクターですね。はい、バルフレアがその主役かどうかっていうところは主役だと思ってます。それはなぜなら自分自身で主人公だって言い切ってるのでっていう、でただそれはゲームの主人公というよりはその彼自身の人生の中での主人公ということで言ってるんじゃないかなっていうふうに自分は感じています。このゲーム自体は本当にそのバルフレア以外に先ほどもちょっとお話ししましたけども、いろんなキャラクターにみんなそれぞれ思いがあって行動しているので、本当にそのイバリスっていう舞台で繰り広げられるそれぞれのドラマ、まさにみんながもう主人公って言ってぐらいのゲームなので、そういった部分でバルフレア自身も自分の人生での主人公、ただバンも当然主人公なんですけど、多分バンはピュアなキャラクターようにあんまりそこは意識していないんだろうなっていうふうに、はい、感じています。そうですね、ファイナルファンタジーでその、バルフェレアが自分がこう主人公だって言ってるところで、本当に彼自身こう、そういう思いで、自分はやっぱりこう人生を楽しんでるっていうところで言ってるのかなと思うんですけど、このゲームの全体的なこうなんていうかメインというかその
主人公って実はその我々というゲームをプレイするプレイヤー以外でもこのイバリスという世界のキャラクター全員がもう主人公なのかなと思っています。でストーリーをこう追っていくだけでメインストーリーを追っていくだけですとこう少ししかこう出てこないキャラクターっていうのはいるんですけれども、実はそのキャラクターたちもいろんなこうイベントがありまして、ゲームプレイをこう深く楽しんでいただくとそのキャラクターたちがどんどんこう生きてきますので、そういうことを考えるとイバリスの世界いる住民全員が主人公なのかなというふうに思っています。そこまで作り込んだ世界ですのでぜひ楽しんでいただきたいと思っています。そういった意味でイバリスが主人公そうですね、言ってもいいかもですね。個人的には全てのボスの登場シーンがすごいお気に入りですね。カメラワークもかっこよくて、これからいよいよ強い敵と戦うぞっていうふうにこちらもこう身構えるのと、あと、崎本ひとしさんのですね曲が、ボス戦の曲であったりとか召喚獣と戦う時の曲が非常にかっこよくて、単純にこう映像もと曲がかっこよくてこうテンションが上がるという、そこは気に入っているので、ぜひまだ、やっていない方にもそこは見ていただきたいですね。私 の, ファイナルファンタジー12で一番好きなシーンというか、好きなシーンになるんですけれども、バンがですねこうバンのこう個性が出たというか、バンらしいこうセリフをこう言うシーンが何箇所かあるんですけど、あれそこがこうバンのこう性格が非常によく出ていて、そういうシーンをというのが私の方が好きですね。でそのシーンもそのシーン自体もなかなかこうバンらしいなというものはあるんですけれども、話が進んでいくとやはりバンがこうその言ってることが少しずつやはりこう彼もいろいろ経験をするので言ってることが少しずつ変わっていくっていうところが好きな一番好きなシーンというよりはそういうシーンがいくつもあるっていうところが私は好きなシーンの一連のものになっています。そうですね、私はちょっとプログラマーという立場なので、倒したことがあるというのはこのプログラマーとしてこう倒したことがあるのとゲームプレイで倒したことがあるという両方があるんですけれども、まず最初にですねこのボスの話がこうゲームデザインする企画の人から話が来た時に、このファイナルファンタジー12 の, HP ってどこまでこう大きくできるんですかって相談を受けたんですね。でなんでそんな相談をするのかなと思ったら、もうやり込み要素でこうもうすごい倒しがいのあるボスを作りたいんで、もうできる限りこう HP もありこうすごいガンビットをいろいろ使ってくるボスを作りたいんですって話を受けまして、じゃあそれだったらどこまで行くんだろうっていうのをプログラマーの方でいろいろ考えて、あそこまで大きなHP を持つボスというのを実現しました。であれちょっと数字としては非常に大きい数字ですので、ちょっとプログラマー的な話になるんですけれども、5000万とかっていう数字って非常にプログラマーとして扱いにくい数字で、ちょっとそこでいろいろ問題も起きて、担当のプログラマーがやはりこうその5000万以上のボスっていうのを実現するためになかなか苦労したっていうのがありました。でもそこをプログラムも頑張ってみましたし、企画の人も5000万という こう大きな HP をうまく活用したボスというのをちゃんと作っていますので、ぜひそこまで皆さん楽しんでいただければと思っています。トイレ部に出てくる、ヒットポイント5000万の敵と、戦ったことがあるかなんですけども、あります。 PS2 の時とザ・ゾディアック・エイジでも実際に自分で育てたキャラクターで、戦いました。で PS2 の時は初めて戦った時に4時間ぐらいプレイしてそこで全滅してゲームオーバーになって、その時はもう二度とやるもんかと思ったんですけども、ただ仕事上ちゃんとやらないといけなかったので、そこはもう頑張ってもうずっとつけっぱなしで仕事をしながら、ちょっと仕事をしちゃモニターを確認して、まだ大丈夫、まだいけるいけるみたいな感じでやりながら、もう何時間もかけて、クリアしたっていう思い出がありますね。で
ザ・ゾディアック・エイジでも当然もう一回プレイして、その時は当然もう攻略法はある程度分かってはいたんですけども、まあ、やっぱ苦戦はしながらも、ただハイスピードモードっていうですね、スピードバトルのスピードを上げてプレイできるモードがあるので、それでかなり快適にプレイできて、まあ、苦戦はしながらも割と快適にこう楽しんで遊べたっていう印象になってます。で、あとその5000万の敵以外にもザ・ゾディアック・エッジではトライアルモードっていうですね、100連戦するモードがあって、そこのステージ100に出てくる敵がその HP5000 万よりもかなり強い敵が出てくるので、まあそれはぜひ未体験の方には挑戦していただきたいですね。もう私もそれをプレイしたんですけども、どうやっても倒せなくてですね、もうかなりこうもうなんでこんなものを作ったんだと思いながらも頑張って、けどちょっとヒントももらいなかったらなんとか倒せてみたいな、もうガンビットをですね試行錯誤しながら戦ってというところで、そこでまたちょっとこうその HP5000 万とは違うこうなんていうんですかね、ガンビットならではのこう戦術をこう組み立てる楽しさっていうのを味わえました。ジャッジマスター、PS2 の時とザ・ドリアッケージ1回ずつしか倒せてなくて、多分もう1回やったらもう勝てないんじゃない、ちょっと運その時の運もあったりしたので、なかなか、まあなんかただもう攻略を完全に編み出した人はもうガンビットだけで完全に倒せるらしいんですけど、自分はちょっともうガンビットだけでは倒せなかったんで、もうガンビットを使いつつすぐにアイテムで、その自分自身もエレクサを使ったりとか、まあ強力な魔法のこうアイテムのかけらを使ったりとか、まあ、そういった感じでもう本当にあらゆる手を尽くして総力戦で戦って勝ちましたね。もう戦いたくないかな。ファイナルファンタジートリブの、まあ、一番の思い出、そうですね、まあ、いろいろな思いがあるんですけど、まあ、パッと浮かんだのはやっぱマスターアップした時ですね。やっぱ本当にその、まあ、新しいチャレンジっていうところで、まあ、ガンビットバトルで全て、まあ、カットシーン、まあ、フィールドバトルをシームレスでつなぐで、かつ、まあ、イバリスというそういう広大な世界を、まあ、緻密に作って行くっていうところで、本当にこうボリュームがあるものを全て融合してこう作っていくっていうところで、本当にもう開発にかかってこうやっていく中で、もういつ本当にこれ最後まで完成できるんだろうかって思いながらも、ただまあ完成は当然させるためにこうみんなで進めていたので、そういったものが本当にこうマスターとして形になって、ゲームとしてきちんとこう遊んでいただける内容になったっていうところの達成感は非常に大きかったですね。で、まあ、マスターアップして、まあ、その後開発メンバーみんなで集まって、まあ、実際にこうねラスボスを倒してエンディングを見るという、まあ、ちょっと大きなプロジェクターで映してやって、みんなでそこを鑑賞会をやったんですけども、やっぱその時の、まあ、さらにこうなんつうかね、こうより大きな達成感をみんなにこう共有できて、まあ、結構こう感情的にこうなんか込み上げてくるものが、こうよくここまで本当にやり遂げたんだなっていう、こう思いはすごい今でも思い出として残ってますね。はい、じゃあそうですね、ゾディアックエイジで、まあ、新しく、追加している要素、もうねいっぱいあるんですよね。本当にPS2 のオリジナル版からもうバトルデザイン自体をもう一新しているので、もう全く PS 版とは違う、まあ、敵の、まあ、強さであったりとか、まあ、手に入るアイテムとか全ても変えているので、そこはもう新鮮な気持ちで楽しんでいただけます。で、あとはまあ、ハイスピードモードであったりオートセーブという、こう今遊ぶときに快適にこう遊んでいただける要素も盛り込んでいるので、そういった部分でもう実際はもう10年前のゲームなんですけども、そういった部分で今のゲームとして新鮮に遊んでいただけるような作りになっています。で、あともう一個あるのがあれですね、まあ、やっぱオリジナルから HD
化しているので、まあ、映像表現であったりとかサウンドの表現力も上がっています。これによって当時 PS2 で作り込まれていたんだけれども、実はブラウン管だとそこまで気づかなかった部分とかがよりこう鮮明に見れるようになったので、絵の細かい作り込みとかまあカットシーンの演出の意図なんかもよりこう理解していただけるようになっているので、本当にこう新しい今のゲームとして楽しんでいただけるので、ぜひゾディアックエイジは楽しんでいただきたいですね。ファイナルファンタジー12をこれから初めてプレイされる方々にぜひ楽しんでいただきたいのは、やはりガンビットっていう新しいまあなかなかこう体験できない戦略的なゲームの遊び方っていうのをぜひ楽しんでいただきたいと思います。それ以外にももちろんイバリスという世界が非常にこう作り込まれた世界ですので、バトルとしてはこうガンビットを楽しんでいただいて、ストーリーとしてはこうイバリスという世界をぜひ楽しんで皆さんにプレイしていただきたいと思っております。そうですね、ファイナルファンタジー12でぜひプレイしていただいてない方に体験していただきたいところは、さっき話した通りでカタロンさんからのお話ありましたけども、ガンビットやその世界観はもちろんなんですけども、あとゲーム自体の中でこれは世界観にもつながるんですけども、そのメインのお話以外にモブハントであったりとかですね、さまざまなサブ要素がありまして、これがサブというよりはむしろもう本当メインと言えるぐらいのボリュームがあって、このそういうサブとメインのストーリー初めてやることによって、こう巨大なこうイバリスっていう世界観をこう理解できる作りになっているので、ぜひそれはちょっとまた他のこうゲームとはまた違う体験を味わっていただけると思うので、ぜひそういうメインの部分、サブの部分っていうところも楽しんでいただきたいですね。ちょっと両方やるとね、本当すごい時間かかるんですけども、ただハイスピードモードもあるので、そういった部分もかなり快適にサクサクプレイしながら広い世界を冒険を楽しんでいただけると思います。そうですね、初めて遊ばれる方にアドバイスですね、もう自由に遊んでいただきたいですね。その自由にイバリスという世界の冒険を楽しんでください。そのメインのお話もあるし、サブもあるしっていう、どの順番に進めなきゃいけないっていうのはないので、そこはもう皆さんの自由でどういうふうにどういう順番で話を進めるかとかは楽しんでいただき、さらにキャラクターなんかもこうジョブでどういうふうにジョブを組み立てていくかとか、さらにそのジョブに対してどういうガンビットを組み立てて効率よく戦っていくかっていう、全てがもう実際に遊んでいただくプレイヤーの方々に委ねられているので、そこはもう自由にこうじゃないといけないっていうものはないので、もう本当にもうプレイスタイル含めて冒険を楽しんでいただければと思います。